はいどうも、メヘロンさんです。今から婚活パーティー行ってまいります。なんかまあ、また面白い話があったらね、シェアできたらなと思ってますけども、ちょっと最近婚活パーティーの男性のその募集、が結構埋まってるなっていうところが増えたような気がします。はい。どうなってるのかはちょっとよくわかんないですけど、まあ、おじさん今回、募集で入ったのが、まあ、30から39歳で、女性が25から35という比較的若い、ところだったので、まあ、多分ね、脈は薄いと思いますけども、そうなんです。朝一ね、行きたかった婚活パーティーが別であったんですよ。43歳までの男性、っていうところに僕は行きたかったんですけど、ライブ配信してる最中にですね、予約埋まっちゃってたみたいで、不本意ながら違うやつに出ますというところでございます。まあ明日もなんやかんや行くかもしれないんですけども、まあとりあえず今日はその一つ婚活パーティー行って、でまあなんか感想とか喋れたらなと思ってございます。でまあそれをまたいろいろね。なんだろうね、シェアして、まあ、こんな感じなんだよ、今の大阪の婚活状況は、っていうようなことでお話できたらな、と思ってございます。はい。まあ、なかなかね、アラフォー近くになってくると、障害未婚率、の、まあ、言うたら、中の数字に入ってくるというか、5年婚活での結婚っていうのはですね、難しくなってくるんですけども、まあ、あんまり、なんか深刻にならずに、いい人いればいいな、ぐらいのスタンスでね、生かしてもらおうと思ってます。もうそんな余裕ぶっこいててお前どうやねんっていうところなんですけども、無理はしないです。はい。もうここまでやっぱり、見染められなかったんですから、なかなか無理でしょうしと。でも、婚活パーティーのいいところはね、いろんな人と一緒喋れるんで、まあ、それはね、精神衛生上いいかなと思ってて、3000円で、まあ、5、6人の女の人と喋れると思ったら、まあ、なんですかね、まあまあ、それもそれでありかな、というふうに、思ってます。っていうか、そう思わないやってられません、というところでございます。はい。じゃあ、婚活パーティー行ってまいります。はい。